国語とは、主に国の称号、あるいは、名称のこと。二通りの意味において使用されており、一つは、帝国、王国、大公国、公国、主張国、共和国などの統治体制を表す部分を含めた、国の名称を指す用法であり、もう一つは生体を除いた固有名詞部分のみを指す、用法である。生体を含めない用例としては、韓国の国語を、 改めめ朝鮮と称するの件がある。同直例は、韓国の国語派の岡井いめじ朝鮮と称すとしており、生態を含めないで国語という語を用いている。なお、韓国併合に関する条約では、互いの国名を日本国、韓国と表記しているが、それを遡る日韓議定書では、互いの国名を大日本帝国、大韓帝国としている。 大日本帝国憲法原本に記された国語、韓国併合に関する条約に関する理官用への全権委任状。文中での日本の国語は4行目は大日本国、7行目では大日本帝国となっている。生態を含めない日本の国語は日本である。この要例の最初の確実なものとしては一般的には大法元年施行の大法律令の 明神行日本天皇がそれとされている。日本書記完成では、大化元年7月の上に、高栗役だらの使者に示した御事のりに、明神行日本天皇の文言が出ている。また最初の兆候としては、有名な中国、随所大行三年の、日いずるところの天使が挙げられる。朝鮮半島の使者においては、三国式、白木本儀の文武を十年12月上に、和国、 号を日本にさらむ。自ら言う、ヒーズルに、地下記を持って、名をなすとある。アスカイケ遺跡出土の天武六年目の木簡から、この頃、天皇号が、すでに使用されていることがわかっている。天皇号の使用と、日本号の使用は気を同じくすると見られている。平成23年7月、ネグンという名のくだら人武将の母子に、日本の文字が見つかったという論文が、 中国で発表された。母子は678年制作と考えられており、事実なら日本という国語が記された最も古い例となる。中世日本では大日本国を大日如来の本国の意と解釈しており、尺日本紀巻、第五にもこの説が記述されている。近代以降の日本の国語については、これを正面から定めた法令はないが、 大日本帝国憲法下では、大日本帝国、日本国憲法下では、日本国が国号として使用される。明治4年に鋳造された国字には、大日本国字と刻まれ、明治7年の改中に際しても陰謀は変更されず、今日に至るまで使用されている。明治維新以降、日本は国内、 国外向けの各種文書において、自国の国語を統一せず、大日本帝国憲法制定以後も、日本、日本国、日本帝国、大日本国、大日本帝国、ジャパンなど、各種のものを併用していた。このような実際の国語使用に統一性はなかったが、昭和10年に帝国議会で国語の不統一が問題として取り上げられ、7月に外務省では、 外交文書上の国語を大日本帝国に統一することを決定し、国内省も補聴を合わせ同様の国語表記を用いることとなった。昭和21年交付の日本国憲法では、日本国という語が用いられている。前近代の中国においては、中原に住む部族の国家の国語は一字であり、非中原の異民族国家は国語が二字であるという意識があった。そのため、 五感から南北長期にかけて日本が和の国号で施設を送ることは中国側にとって違和感のあるものであり、むしろ聖徳大使が国号を日本と改めて国書を送るのは中国側も納得のいくものであったとする見解もある。例えば下関条約では天皇を大日本国皇帝陛下と本文では日本国と 全権弁理大臣の肩書きとしては、大日本帝国と、それぞれ表されていた。閣議決定や天皇祭下、帝国議会議決などによるものではない。ありがとうございます。